いやー、刀鍛冶の里編第11話最終回というところで、まあ、今回はですね、そんな最終回の先行見どころシーンまとめやっていきたいなと思っております。で、原作がですね、125話から129話までということで、まあ、今回は70分スペシャルですね。はい、ということで、もう早速やっていきましょう はい、えー、そんな感じで、えー、今回のスタートなんですけども、まあ、こちらということで、えー、迫る夜明けですね。えー、なんとハンテング戦があいよいよクライマックスへ入ってまいりますよということで、えー、前回に引き続き、えー、ハンテングの本体を追いかけていく炭治郎から始まっていくんですが、あ今回はですね、えー、そんな感じで続いての見どころなんですが、あ善逸の言葉を思 思い出す炭治郎です、ね、ででね善逸の雷の呼吸ってさあ、一番足に意識を集中させるんだよな、という言葉を思い出しまして、えー、そんな感じで足にですね、えー、全集中した炭治郎は、あ爆発的な力をですね、えー、出せるようになるんですよね。で、そんな感じで、ハンテングの本体に急接近する炭治郎なんですが、いやー、このシーンはね、 えー、本当に楽しみですね。ま,あ、まず階層の方で、えー、善一が登場するっていうのもそうなんですが、 いやーここの戦闘シーンの展開というか、まあそんなのが本当に楽しみですね。で、そんな感じで、えハンテングの首を再び切ろうとするとですねえ、なんと登場するのは、ハンテングの7体目の鬼ということで、まあ本体の首を切ろうとすると、まあ現れる、まあお前は、 わしが可哀想だとは思わんのかということで、まあ、逆ギレするね。えー、そんな新たな鬼なんですよね。いやー、このシーンっていうのも本当に楽しみなんですが、いやー、ま、どんな感じのアニメになるのか。 あ本当に楽しみですね。で、そんな感じで、みんなでハンテングをこう、再び追い詰めていきましてですね。そんな戦闘シーンっていうのも、まあ、かなり楽しみなんですが、続いての見どころというところで、みんなで追い詰め、焦るハンテングですね。はい。まずい。再生が遅くなってきた。増白点が力を使いすぎている。人間の血肉を補給せねば、 というですねハンテングが弱音を吐くやー、なかなか楽しみなんですよ。まあ、もう冒頭の方からかなりクライマックスに入ってまいりますので、いやー、そんな感じで本当にね、まあ、盛り上がってくるんじゃないかなと思うんですが、あ続いての見どころということで、えー、続いてはですね、そんな炭治郎の元に、えー、飛んでくる刀ですね。で、この刀は、 아 <목소리법> という見どころとなっておりますでそんな感じでえこの刀がですねえあの鋼塚さんが磨いていたあの刀なんですよねでそんな刀をお時トーム一郎君がこのようにえ炭治郎それを使えということでぶん投げてくるんですがあなんと鋼塚さんにまあ、黙ってね持ってきてしまったということでまぁ、あ、かなり切れているんですよねまあですがハン を倒す方が重要なのでまあ、炭治郎に渡しまして、えー、そんな感じで、えー、刀を受け取った炭治郎はですね、えー、ハンテングに再び攻撃ということで、えー、かまど炭治郎のお日の神神らあ演武一閃とね えー、なっておりますねで、まあ、ここの見どころがね、まあ、最高ということなんですが、日の神神楽と、お、壁歴一戦のミックス技ですね。で、そして着るのはハンテングの首ということで、まあ、ついに倒したのかということなんですが、まあ、この首はですね、実は、ハンテングの本体の首ではないんですよね。で、そんな感じで焦る炭治郎なんですが、あ そんなところになんとですねえ太陽が昇り始めてえなんとかまど禰豆子が危険にさらされてしまうんですよねでまあ反転具も急いで逃げるということなんですが反転具を倒すべきなのかはたまた禰豆子をかばうべきなのか迷っているとですねえなんと決断するのは禰豆子ということでえ続いての見どころなんですがあなんと炭治郎を決 飛ばすねずことをなっておりますね

の命を優先する禰豆子の判断力っていうのがまあ、マジで泣けてくるんですよねいやーここは本当に悲しいんですがあそんなね禰豆子の判断を無にしてはいけないとハンテングの本体を再び心臓の中に見つけた炭治郎はですねえハンテングの本体に火の神神楽でなんとこうね 最後の切り込みを入れていくと、おいうことで罪を償えと、おいうシーンとなっておりますね。 いやーここで、まあ、ハンティングをね、えー、ついに倒す炭治郎ということなんですが、まあ、ここではですね、さらっとなんですが、あハンティングの過去編もね、えー、今回明かされていきまして、えうまとのように、えー、ハンティングの過去編がね、えー、今回明かされていくんですよね。で、まあ、アニメの方で、まあ、どのような感じでね、まあ、過去が描かれていくのか、本当に楽しみなんですが、まあ、内容もなかなか やばいですねはいでまあそんな感じで禰豆子を犠牲にしてえハンテングを倒すことができたわけなんですがまあ悲しいですよね。うんそんな風に悲しんでいるとなんとですね禰豆子。 太陽を克服するということで、えどういうことなのって感じなんですが、ネズ子を犠牲にして切ったはずだったんですが、あなんとネズ子が生きているんですよ。ネズ子がそんな太陽を克服するというね、えー、シーンでございます。 いやあ、しかも喋っているんですよね。まあかなり泣けるシーンですね。はい。で、まあ僕は本当に原作を初めて読んだとき、まあ衝撃を受けたシーンなので、まあ本当にアニメ化されるのか、 本当に嬉しいですね。で、そんな感じで、えほっこりする原野なんかも、まあ、今回描かれまして、えよかったな、炭治郎、禰豆子ということで、まあ、そんなシーンなんかも、まあ、今回見どころがありますね。はい。で、続いての見どころシーンなんですが、続いてがですね、無んの目的が達成されてしまうというね、シーンとなっておりまして、まあ、なかなかやばそうですよね。で はずっと太陽を克服する鬼を求めて自分の同胞を増やし続けていたということだったんですが、そんな根津子が太陽を克服した今ですね、それを知りその根津子を取り込めば自分が太陽を克服できる最強の鬼にねなれるということに気づきですね、大喜びする無惨のねそんな姿が今回描かれていくんですよね。いやーちょっとやばいな。 ということなんですがあ、そしてさらにですね、ここではあ無斬の過去なんかもね、えー、今回明かされていきまして、えー、なぜ鬼畜字無惨という鬼が誕生してしまったのかあ、ついに明かされてくるんですよね。いやあ、そこも本当に楽しみですね。えー、なんと平安時代までさかのぼっていきます。はい。 で、そんな感じで続いての見どころなんですが、あ続いてはですね、えみんなで、え絆でえ繋いだラストということで、まあ、やっと刀鍛事が終わりましたね。うん戦闘シーンはね、えー、終わったということで。いやー、ここはアニメで見たいね。そんなシーンですね。いやー、全員集合で。 何気にこのメンバーが全員集まったのは初めてなので、本当に最高なシーンですね。はい。ということで、まあ、このシーンも本当に見たいんですが、続いての見どころということで、続いてはですね、言葉を話すネズコですね。で、そんな全一のね、反応っていうのが、まあ、かなりやばいんですが、ま,あ、まずネズコのね、 うん言葉を話す姿っていうのが、いや、めちゃくちゃ新鮮で最高ですよね。うんで、まあそんなね、ねず子を見た善逸の反応なんですが、あ、こちらということで、まあね、うん想像通りというか、 うん、まあ大変なことになっていますよね。で、そして、まあ、私が一番好きなシーンがですね、このイノスケが全力でネズコに名前を覚えさせていたというね、シーンがありまして、まあここがたまらなく好きですね。うーん。イノスケイノスケ、親分イノスケということで、まあそんなシーンが本当にたまらなく好きですね。 で、そんな感じで、続いての見どころなんですが、続いてはですね、緊急の中合会議が開催ということで、この日、うぶやしでは、緊急の中合会議が開かれていたということで、そんな柱が全員集合なんですが、話される内容がですね、刀鍛冶の里での戦いの報告、あざの発言について、条件や代償など、 で、そして今後の鬼殺隊の動きなどについて、えー、語られていきますよということで、まあ、そんな感じの話がね、出てくるんですが、 まあねかなり重要なことについて話すのでまあ注目のシーンが多いですねでそんな感じで、えー、続いての見どころなんですがあこちらということで、えー、中豪会議の観露寺光が最高すぎるというね、えー、シーンでございますねであざの発言の条件を聞かれた際に、えー、このように発言してしまうね、えー、観露寺さんということでまあ何も伝えることができておらずまあ相変わらずの観露寺 ワールドっていうのが展開されてていいましてねいやー、本当に最高なんですよね。うーん。グワーってきました。グーってして、ぐわーってってな感じで、まあ、全く何を言っているのかがわからないね、えー。そんなシーンなんですが、まあ、思わずですね、イグロさんも、まあ、このような表情になってしまうということで、いやー、このシーン含めて本当に好きなシーンなんですよね。 えー、そんなかんろじつりさんがあ、今回描かれていくというところで、まあ、本当に楽しみなんですが、まあそんな感じで、えー、続いての見どころなんですが、あ続いてはですね、つ、え、い、ー、に完成する炭治郎の刀となっておりまして、えー、鋼塚さんがずっと磨いていたあの刀ですね、えー、そんな刀が煉獄さんの唾をつけて、えー、完成ということで、いやーついに完成しましたか。 うん、刀タナカジノサトでね、えー、ずっと磨いていましたからね、てな感じで、えー、煉獄さんの唾をつけて、えー、完成ということだったんですが、あそんな鋼塚さんとのやりとりもね、えー、最高のシーンがありますので、えー、ぜひともそちらにも注目でございますね。で、そんな感じで、えー、続いての見どころシーンなんですが、あいよいよですね、えー、刀タナカジノサト編最後のシーンということで、強、まあ、強化強化 行動強化訓練が始まるぞ。 という見どころシーンですね。で、そんな猪之助のセリフとともにまあ、刀鍛冶は終わるんじゃないかなと思っているんですが、まあ、こっから先は柱稽古編なので、まさすがにそこまではいかないんじゃないかなと思うんですけども。もまあそんな感じでね。刀鍛冶は終わりますね。はいで、そして刀鍛冶の放送後にはあなんと続編に関するお知らせがあります。ということで、まあ、柱稽古編、そして無限上城。 PV なんかが解禁されてくるんじゃないかなと思いますので、まあ、皆さんぜひともね ちょっとこちらもね、かなり注目でございますね。はい。ということで、まあ、今回、刀鍛冶の第11話最終回はあ、こんな感じの見どころとなったんですけども、お皆さんいかがだったでしょうかいやー、なかなか見どころがありましたね。まあ、内容としては本当に最高のね、回となっているので、ま、ぜひとも本編で楽しんでくださいね。はい。ということで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう